起点ポスト、千葉県千葉市中央区、広小路交差点終点茨城県水戸市水戸駅前、交差点国道51号は、千葉県千葉市から、茨城県水戸市に至る、一般国道である。茨城県鉾田市、もみ山千葉県の県庁所在地で、東京湾岸に位置する千葉市中央区の国道14号終点から、道県北部の北総地域を横断して利根川を越えて、さらに、 茨城県の鹿島灘沿岸を北上して、県庁所在地でもある、水戸市の国道55周点に至る、延長約1 2 8キロメートルの一般国道の路線である。かつての桜街道や成田街道、佐原街道、飯沼街道を踏襲している。主な通過地は、千葉市若葉区、千葉県印馬郡市水町、成田市、香取市、茨城県伊多古市。 鹿島市、鉾田市、東茨城郡大洗町である。千葉市内に、京葉道路の貝塚インターチェンジや国道16号に接続するバイパス道路があり、茨城県伊越鹿島市間の鹿島バイパスに並行する旧道の一部がある。千葉県内では、東関東自動車道、水戸線と、ほぼ並行するルートで、桜インターチェンジや大江インターチェンジなどの、 各 IC と直接または間接的に接続するほか、水戸市内で北関東自動車道の延長道路にあたる東、水戸道路と水戸大洗いインターチェンジで接続する。沿線に成田空港、鹿島港、茨城港大洗港区があり、これら重要港をつなぐ路線でもある。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り、 いずれも千葉県道路愛称名による愛称。鹿島バイパス鹿島サッカースタジアム付近茨城県鹿島市大技、赤市大洗バイパス、茨城県東茨城郡大洗町、大抜町主要な橋梁トンネル国道6号との交際茨城県水戸市浜田2丁目。ありがとうございます。